はい、おはようございます。今日はカブ君と二人です。外も雨がちょっとひどいので、今日は中での作業になります。ここに薪ストーブを置くんですけど、天井部分ですね。ここをちょっとですね、今日はやっていきたいと思います。じゃあ、カブ君頑張っていきましょう。今日はですね、一人なのでおやつタイムです。オラちゃんのモーリシャス事件について
話してみたいと思います。2年くらい前になると思うんですけどね、自分が買い物をしてですね、どうしてもちょっと時間的に受け取ることができないので、ボラちゃん夫婦の家の方にですね、荷物を送ったわけです。まあ、買い物した店舗の方からですね、発送しましたと送り状が、私の方にメールが届きまして、オラちゃんにですね、それを連絡したわけですね。どこどこの、何商品、伝票番号、まあ、お問い合わせ番号ですよね、何番ということで、送ったわけです。そうしたらですね、オラちゃんが、運送会社の方にですね、問い合わせをしたそうなんですね。自宅の方に何時に届きますかっていうことで、おそらく確認したんだと思います。そしたらですね、その電話をかけた運送会社の人が、英語らしきものを話すと、何かおかしいんじゃないかっていうことで私の方に、連絡が来まして、何か間違ってませんかっていうことですね。電話したら外人さんが出ましたよって、なんか英語喋ってるみたいでしたよって、なんか番号間違ってないですかって言われたわけですよね。どういうことっていうことで、話を聞いたところですね、運送会社に電話したのではなく、お問い合わせ番号を電話番号と勘違いしてかけたらしいんですよね。そしたら外人さんが出ましたという話なんですね。まあ、オラちゃんはお問い合わせ番号に電話した、そして電話した先がなんとモーリシャスだったという、それも朝の午前4時ですね。で、オラちゃんはなんだこいつっていうことで、ごめんなさいも言わないで電話を切っちゃったという話でした。これがモーリシャス事件です。危なかった。オラちゃんが次に収穫できるものをチェックしてるんでね、こっそり取ってきた野菜です。まあ、種取りにしたいんで、むやみやたらに、インゲンは取らないでくださいっていうことですね。食べちゃいますけどね。火力がいまいちですね。焼けてきたようなんで、ちょっと食べてみたいと思います。
れ様でした。薪ストーブ置くところのですね、ケーカル板とか、天井の部分とかやってましたけども、なかなか寸法がぴったりといかなく、すいませんでしたね。とりあえず、次回は天井の部分のケーカル板を貼って、あと薪ストーブの床の方から、順番にやっていきたいと思います。それでは次回またご視聴よろしくお願いします。